はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、2週間に1回の恒例のやつになってきたんですけど、こちら、デアゴスティーニの週刊 GTR ニスモを作る、これの、8号と9号が届きましたので、今回もこれをやっていこうと思います。で、まあ、ちょっとね、箱開いてるんですけど、中身をね、軽くちょっとチェックしたんですけど、また今回もね、色を塗りたいパーツがあるので、それをね、やっていこうと思います。なので、まずはちょっと箱を開封して中身の、紹介をやっていこうと思います。はい、で今回やるのは8号と9号なんですけれども、8号の方がこれ、ラジエーターとあとリザーバータンク、ラジエーターのリザーバータンクとあとエンジンのフロントカバーが入ってます。でこっちはいいんですけど、こっちの9号の方、こっちの9号の方が、中身がですね、こんな感じで、中身がね、インタークーラーになってるんですけども、このインタークーラー開けた方が分かりやすいな、このインタークーラーがね、形状的にはそんなに違ってないとは思うんですよね。こういう形状なんで、あ、ちなみにこれプラスチックです。このパーツはね、プラスチックなんですけど、こんな感じになってるんですけど、これインタークーラーのあのサイドタンクって言ったらいいかな、どうなんかな、35 GTR のインタークーラーってね、左右別体なんですよ。片バンクごとに1個ずつついてるんですけど、上と下にコア、タンクがあって真ん中にコアがあるっていう感じで、普通のターボ車はね、だいたい横から入って横から出ていくんですけど、 35GTR の場合はね、上から入って下から出ていく、どっちか、下から入って上から出ていくか、どっちかとちょっと忘れましたけど、そういう仕組みになってて、まあ、形的にはこれで合ってるんですけど、これね、ここのタンクはね、シルバーなんですよね。シルバーっていうか、アルミむき出しなんですよね。なんで、ここが黒いっていうのは、ちょっと違う。なぜここをシルバーで塗ったのに、なぜここまでシルバーで塗らなかったのかっていうツッコミをしたいところなんですけども、まあそこら辺が色がちょっと違うっていうのがあるので、そこをね、ちょっと、修正しようと思います。修正しようと思いますというか、塗装しようと思います。はい。だから、先にね、これの塗装をやってから、組み立てを、8号の方の組み立てをやっていこうと思います。はい。で、まあこれはこういう形でつくんですが、まあね、正直な話、組んじゃうとね、見えないんですけどね、このパーツっていうのは見えないんですけど、やっぱりちょっとカーモデラー的には気になる部分なので、マスキングしていきましょう。で、まずはね、ここの部分はゴムホースみたいな素材になってるんで、ここはね、黒を残しなんでマスキングしてあげる。で、ここの横の板、これはあのインタークーラーのシュラウドですけどね、シュラウドも、黒なので、ここもマスキングしてあげる。
はい、こんな感じ。こんな感じで、インタークーラーだけ残して、それ以外の部分を全部マスキングしました。ここに関してはちょっと、画像資料がなかったんですけど、まあここはまあこのままでいいかなっていう感じで、こんな感じでマスキングをしたのでシルバーに塗っていきたいと思います。で、塗装してるどんな感じで塗装してるかっていうのを見たいっていうコメントがあったんで、今回この塗装のシーンも塗装のシーンもちょっと撮影しようかなと思います。はい、で、まあ、特にね、塗装するって言っても変わったことをするわけではなくて、普通に、外野カラーの EX シルバーって色ですけど、これを使ってもうこの上からピャーっと拭いていっちゃうって感じですね。でこれに関してはプラスチックなんで、ここはプラスチック地肌ですし、ここはプラスチックの上に塗装してあるんで、もうこのまんま普通に塗ってあげて問題なく色は乗ると思うんで、もうこのままね塗っていっちゃいます。で普段これ電気つけるんですけどね、電気つけたら白飛びしちゃいそうだから、シルバーだからちょっと電気消したまんま塗っていきますね。一応念のためここのシルバーの部分もなんか塗り方がムラムラなんで、念のためね同じシルバーで塗っておきます。でこのシルバーで塗るときはこってり塗っちゃうとツヤツヤになっちゃうんで、それはそれでね、こうインタークーラーのこう質感と若干違う気がするんで、ちょっと話し気味でね、少しエアブラシを離し気味にして塗っていくっていう感じにしてあげると、表面がちょっぴりザラッとした感じのシルバーになるので、よりそれっぽい雰囲気になるかなと思います。裏側とかは見えないんだけど、一応塗っておこう。こんな感じ。これだけこれだけなんですけどね、電気つけるとこんな感じ、こんな感じでちょっとキラッとはしてるんだけど、シルバーでキラッとはしてるけど、ツヤはほとんどないっていう感じになってます。じゃあこれで、乾燥させてあげて、乾燥したらマスキング剥がして組み立てをやっていこうと思います。はい、じゃあ塗料が、塗装が乾いたんで、早速、8号の方から製作をやっていこうと思います。でまずはね、リザーバータンクに、ラジエーターホースをつけていく作業になるので、順番にやっていきましょう。この辺はね、いろいろ全部決まってるもの、決まりがあるので、ちゃんと説明書を見ながらね、ラジエーターキャップとリザーバータンクのキャップとは種類が違ったり、物が違うんで間違えたりしないようにね、ちゃんと確認しながらやっていきましょう。で、ビスが、使うビスが EP を0で止める。はい、そしたらこのキャップがね、キャップに貼ってるシールが小さい方が 8C っていうものになるので、こっちを使ってあげて、これがだからリザーバータンクのキャップになるという感じですね。これをここに合わせてここに差し込む。で裏からネジ EP で留める。この辺は全部プラパーツなんで、ネジ戸を止めるときはね、締めすぎに注意して締めていきます。こんな感じ。まあそんなにね、こう動いたりする場所じゃないんでね、そこそこの締め付けでいいと思います。でこれに、ここにこれか、
これを合わせてで、これをつける。これこればかりで分かんないですけどねでまた EP で GP を入れてきて、こんな感じ、こんな感じね。で、つけたら次がこれをこのエンジンのフロントカバーですね、フロントカバーに CP で固定してあげる。若干ね、説明書きが分かりにくい。こう合わせてあげて、で、ここを CP で止める。こんな感じ。フロントカバーにラジエーターホースがつくと、こんな感じで、後ろの今外したこのカバーをパコッとはめてあげて、またこれも CP で CP2 本で止めてあげる。この辺はねプラパーツ同士なんでね、ネジサクサク入っていてくれるんで、別に全然付属のドライバーでも全く問題なく組んでいきますね。いや怪しいぞ、ここ、こっちがねネジ穴がちょっと怪しいですね。これ以上締めれない、これ以上締めないようにしておこう。はい、これで、フロントカバーとリザーバータンク周りができたので、これを いきなりここにもう取り付けていきます。よっ、こういう感じでね取り付けていきます。で、フロントカバーは DP4、フロントカバーとリザーバータンクは、DP で止めてあげるのか。そしたらこの2本と、今止めたのここ2本ですね。このフロントカバーのボルトで、次リザーバータンク、リザーバータンクはネジの位置が微妙にずれてるからちゃんと調整してあげて止める。このホースのねパーツがちょっと歪んでるんで、普通に合わせるとちょっとリザーバータンクの位置がずれちゃうんで、その辺はちょっとこう合わし持って締めててあげるといいですね。あ、こっちもネジ怪しいな。はい、舐める前に締めるのをやめる。こんな感じで、最後一箇所だけ CP、この部分だけ裏側から CP で止めるっていう感じになってます。はい、これでね8号の組み立ては完成です。このフロントカバーと、ここゲートだと気になるなまあこの後またこの周りにいろいろつくから見えなくなるんやったらまあいいか。もし上ここ隠れないようやったらね、ここゲートだと思いっきり出てるんで、
これがもし隠れないようやったら後で塗り直そうかな、どうしようかな、まあちょっと考えます。はい、でまあリザーバータンクとラジエーターホースですねがこんな感じでつきましたと。こんな感じです。そしたらこれで8号は終わりなんで、次は9号ですね。9号の方に行くんですけど、9号の方はねちょっとねおいっていうぐらいすぐ終わっちゃいます。はい、で、あ、そう、このラジエーターは今は使わないのでとりあえず、取り置きです。なくさないようにね、取り置きしておく。で、さっき塗装したインタークーラーがこんな感じ、こんな感じで、ここのアッパータンクと、このホースが、シルバーになりました。で、この下にこのインタークーラーのガイドを取り付けてあげて CP2 本で止める。ネジが怪しいな。ネジが怪しいっていうかね、多分ねこの受けのね穴がでかいんですよね。こっちも閉まんないもんね。だって気ぃつけててもね、プラ同士を金属のビスで留めるっていうのは本当にすぐに舐めちゃうんで要注意ですね。注意が必要です。はい、これで終わり。9号はこれで終わりです。こんな感じだから、インタークーラーのガイドをつけて終わりっていう感じになります。だから実車で言うとこの後ろにこのラジエーターがついて、この後ろのあのエアコンのエバブレ、エアコンのコンデンサーがつくかどうか微妙ですけど、これがコンデンサーやったりするのかな後ろにこうラジエーターがついて、でこの後ろにこれがつくっていう感じですね。こういう感じになります。でこの前にフロントバンパーがつくっていう感じになっていきます。まあ、ちょっと、今回はとりあえずここまでしか組めないのでこれで終了になるんですけれども、まあここの塗装はねバンパーつけても多分チラッと見えると思うんですよ。なんでこう塗っといてあげるとやっぱり雰囲気は全然変わると思うので、もしねこう塗る道具とか、材料がある方はこうちょっとこんな感じにしてあげるとまた雰囲気が変わっていいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回の、ディアゴスティーニ、週刊 GTR ニスモを作るの8号と9号は、これで完成になります。まあ今んとこはねまだ大物が来てるんですけど、そのうちネジ2本とかそんな日もあったりする、そんな週もあったりするかもしれないですけども、引き続きやっていきますので、まあ2年にわたる長期連、長期的なやつにはなりますけれども、また見ていただけたらなと思います。また続き見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。